張ユンファは、香港の映画俳優。1955年、香港新海離島区南島で生まれる。高校を卒業すると、家電工場に勤め、整形を立てる。1973年、友人の勧めにより香港 TVB の演劇学校に入る。演劇学校の同期には、ご毛達がいる。1974年から TVB のテレビドラマを中心に、 俳優活動を開始し、1980年 TVB 制作のテレビドラマ、上海などでの演技が話題となり、テレビドラマ俳優としての地位を確立する。TVB 所属俳優としての活動は、映画撮影本数が多くなった1985年まで続いた。その後、活躍の場を次第に映画にシフトし、1984年に、風の輝く朝に、で、 アジア映画祭主演男優賞を受賞。そして1986年の男たちの番歌が大ヒットし一躍スターとなる。1986年から1987年の2年間は主演作が合計17本とまさに超優派黄金期であった。足カゲミカドの異名を持ち尊敬を集め、一時期はアジア映画の帝王的存在に、愛称は怒り後。 日本では顔立ちが似ていることから、香港の小林明と呼ばれている。香港伝英金像を進むでは、男たちの番下、友は風の彼方に、次行く時の中でで最優秀主演団優勝を受賞している。また、台湾の金馬進むでは、風の輝く朝に、誰かがあなたを愛してるで最優秀主演団優勝を受賞している。加えて、 1989年に公開された、アゲイン、明日への誓いでは、砲役を演じた、日本人俳優の時藤サブローと共演している。B 型肝炎との闘病などもあって、1996年から1997年の2年間は、活動を休止し、翌1998年、リプレイスメントキラーで、ハリウッドデビューを果たす。ハードボイルドで高派な役から、 コミカルな役柄まで難なくこなす、まさに期待の俳優と言える。中国の標準語である普通話が苦手で、映画グリーンデスティニーでは、普通話の話者たちから、発音がひどくて何を言っているか全然わからないと、告評された。ただし、活動休止期間中に、シンガポール人の妻と特訓した英語の発音は、ジャッキー・チェンよりも上手いようで、2000年代頃までは、 中国大陸よりもハリウッドでの活動を重視していた。かつてコンビを組んできたジョン・ウー監督の作品レッドクリフについて契約のトラブルで降板することが発表された。このトラブルに関しては両者に意見の食い違いがある。また、香港撮影学会とスナリュー協会に所属するプロ写真家としての活動も広く知られている。2009年3月には 香港中央図書館展覧館で、香港撮影学会名誉会長との二人展、香港印象、後期券、週順おこり撮影作品展を開催し、2000年から2008年に、取りためた白黒写真を展覧した。国際的スターとなった今でも、庶民的な生活を好むことが知られている。山や街歩きに出かけ、バスや、MTR に乗って移動し、外資での買い物や、 小食と呼ばれる店で立ち食いする姿が見られ、市民からの話にも気策に応じるなどしている。古巣の TVB が鳥インフルエンザに関するニュースの取材を取り扱う、店の前で行っていた時、偶然その場に現れた、超ユンファに対してインタビューを行い、一庶民として答えた姿が放送されたこともある。 1980年代、1990年代、2000年代、2010年代、野島昭雄、磯別勤無限大鉄勝、相沢正樹大塚、吉田田塚山正種渡辺正幸小川新寺井の上、和彦大川徹やら優作江原聖酒、大塚、秋尾山地、和弘田中秀行、菅宝高幸寺、蕎麦正樹小山力屋古沢徹端高谷、ありがとうございます。